道智帝は、真意の、第十代皇帝。意味名は、はじめつし。病号は、僕高氏。財政時の元号の道智をとって、道智帝と呼ばれる。皆豊か三の長子で、母は聖太鼓。晩年の皆豊か三は、聖太鼓の権力志向を嫌っていたため一時、遠ざけたが、皆豊か十一年に皆豊か三が崩御すると、聖太鼓らが、親友政変で、 維新の再園、低心短単価、祝順ラミナ、豊か三角の側近を排除、同地三角は生体校らによって擁立された。即位当初から、ママ母の東大号、母や叔父の共心農益権による折衝で政治が進められ、在位中を通して実権は母に握られていた。同地3年十4年にわたった太平天国の乱が、ようやく終結した。 しかし乱を集結させたのは、漢人の祖国藩、李光省らの個人の軍である将軍、Y 軍である。それまでの政治の最高機関である、軍機ところの影は薄くなり、軍隊を背後に持つ者が強い発言権を有するようになった。つまりそれは、新国の軍閥化が進行してきた少佐であると言える。北西の先生省、肝粛省ではムスリムが、同治元年に反乱を起こし、 同治4年には、役部べくによって、新疆の大半が新から離脱し、新朝領中央アジアの大半を支配するムスリム国家を樹立した。これに対し、戦艦総督の佐相統が、肝心軍隊を率いて、同治5年から海民討伐を開始、年軍鎮圧と並行して軍事行動を進め、同治12年に海民討伐を完了させ先生、官宿を奪還した。 さらに、新疆へ出兵して、役部、べく討伐も行ったまでかかった。また、政大公に信任された、李公賞により、政治と軍隊の溶化が進められ、対外政策にも柔軟な対応を見せた。この時期にわずかながら、真の国政は復活し、同地中高と呼ばれることもある。同地10年、台湾へ漂着した琉球島民54人が、殺害される。 宮古島,島島民遭難事件が発生し、日本政府は、清氏へ抗議するものの台湾原住民は当治外の民であるとの返答を受け、同治13年、最後をつぐみち率いる日本軍が台湾を占拠した。日本の大久保利道との交渉で清氏は日本に賠償金支払いと日本の出兵目的を間接的に認める措置をとり、台湾を診療に留めることには成功したものの、 清への徴工国でもあった琉球王国を日本に帰属するものと認めることになった。同治十三年十二月五日、同治三角は十九歳で死去した。死因は天然刀ともお忍びで遊郭に出向いた際に罹患した梅毒とも言われる。清市領に両母がある。子供がなかったため、次の皇帝は重帝の皇書帝が擁立された。死後の順。昭和、隆 坂恵の参考記秘は民国時代の称号。ありがとうございます。